新ステージまんまりいいね。船でスクリュースロッシャーが追加されたりと。ただ今日はヒーローモードの続きをやりたいんだ。こっちも進めないとな。ネタバレが横行する前に早くストーリーを知りたい。じゃあポン。さあ続き、こんにちは。まだ最初のステージの、あ、もう一つ終われば、あれか、ボスいけるね。もう一つどこだ？あぶねえ。あ、すごい奥、タコの足の岩場みたいになってる。夕方、夕暮れ、山椒の木、夕焼けのタコップ、タコップダッシュ版。へえ。いや、その前に俺まずアイテム回収に勤しみたい。よー、すげえ、ナイスダッシュ。あれ普通のステージに欲しいね。低い段差はジャンプで登ろう。ジャンプっすか仕方ないな。メイボーよいしょ、信号だ。こういう背景とかすげえ凝ってるからな、じっくり見たいけど。ライドレール、あ、これか。知ってる知ってる。ちょっとで軌道でジャンプで乗ってスライディング。お、またイカフライ。イカで泳いで遠くまでジャンプ。パパパパパパパ、落ちた。落ちた先にこそ何かがあるとか。これあえてね、この黄色いライン、ここ目が見えなくてもここで、あ、ここで飛ぶとこだってわかるね。いやーっていう。また飛べばいい。壁の後ろでオーバードライブ波紋呼吸しなきゃ。おっと、あら、登れなくなってる。だからここはえいって飛んであげないといけない。チョロリンパ、イカフライ、エクセレント、エレクト。飛んで木を塗って、塗り塗り棒。タイミング見てこう。これ上登りたいんですけど、あ、登んなくても取れたか。ぬるーん、とりあえず敵を処理してからだな。箱、箱、おっ、これはアーマー、アーマードイカ、アーマードコア。イカを頑張ればクロムがアーマードコアの新作を出す謎の理論。これは向こうから飛んでこないとか。なんか隠しアイテム的なやつでしょ。隠しアイテムというか、なんか集めるといいやつかな。こっちから飛びましょう。しっかり打って。タコプター知らんがな。俺はこっちに飛ぶんじゃ。飛び返せる、飛いよー。こいつか、タコプター。恐るるに足らず。よいしょ、お目ごと、決めごと強化されてんの？これまた、あ、こんなにかっこよかったっけ？このヘルメットとかバージョンアップしてる？魔界村のアーサーの鎧みたいに突っ込んでいくとバージョンアップする？例えば水没できるステージってどっからだろう？そこで脱げるから一度は試してみたいな。さらに引き込むと、うん、同じか。最初からこれだった、もしかして。タイミングずれた、間の悪さも。それが君のタイミングだっけ。あ、潜ればよかったかな。あぶねえ、急げー。
ナイスクライム。クライマーだからな。なんかある。これこっち側いけるんじゃないか。おお、見逃すとこだった。登れ、ちゃんと。よいしょ。地図。地図というか、あの、イカファイルみたいなやつだね。見逃すとこだったぜ。うわうわ、ドン引き。レールあってよかったね。えい。なんとかプレッサー。あれか、スペシャル武器にあるやつか。押した後、押しっぱなし。えい。一気にとっちめたね。表現がいいね。あ、しまった。ぴょん。飛べー。飛べ先生のこと思い出した。忍たまの何かが飛んできて、ランマル、あらまるじゃん、ランタロウたちが。ん？おっと、何か来た？避けて、避けてって感じで、飛べー先生って言ったのに、違う。呼んだんだか、飛んだせいでぶつかったんだっけかな。ちょっと、説明がうまくできねえな。ぴょん。ほう。ナイスジャンプ。面白い。取り残しない？飛べ先生って言って、要はあのジャンプしろ先生みたいな意味で聞こえちゃって、ジャンプしたせいで何かにぶつかるっていう、飛んできた、そんな流れだった気がする。おお。そしてライドレールピョーンでオナマズをやっつける。おまんめんみ、こういうことか。いて。ここをクリアしたから、これで一面のボスがやっつけられると。とっちめに行こうぜ。カンブリアムズ移転のお知らせ。あのファイルがゲットしたやつ。お世話さん開いた。破壊したけど何もなかった。ピロン。ここの風船は壊すとお小遣いがちょっと稼げるだけかな。よっ。ああ、変なとこから登る。こんにちは。割と好きなんよね。そうなんですよ。3号、前作の主人公。というか、前作のプレイヤーキャラ。当たらない。はいはい、行きますよ。さあ、ラスボス。まだだ。何ステージぐらいなんだろう。5、6ステージぐらいあるかな。こっち、飛んでいく。タコツボベーカリー。パン屋さんか。あ、ナマズが食われる。タコの触手で絡め取られて。あー、エロ同人みたいに。ウィーン。おお、演出がなんかミュージックスタートしそう。一面のボスからこんなかっこいい演出でいいの？焼きたての美味しさ、タコツボベーカリー。キュピン。オーバー。ワンパン早っ。なるほど。どこを塗って上に上がればいいのかな。おお、これで塗って、よいしょ。えい、上にどんどん上がりましょうってことね。ちょ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 い、いやー。で、一発やるごとに回避して、なんか上の金網とか、あそこからチャージャーとかで狙いたいね。お、変形した。
なんだミサイルが。チュロス降ってきた。チュロス。ぬりぬり部か。濡れる壁が少なくなったらと。結局これは避けていればいいだけかな。はーい、チーン、焼き上がりました。あべで濡れる壁が減ってるからちゃんと濡れるとこから行きましょうってことか。グー、ダービーアニもグーっとって言うよ。金そのままでいいよ。あ、なるほど、濡れる範囲が狭まった。犯人鎧、あそこは濡れんと。濡れんよ。あら、なにチロスだった。コーティングの機械。おお、危ねえ。うおお、やばいよー。で、どう開く。はーい、とりあえず避けるフィールドだけは作っておけって感じかな。開きまーす。で、濡れる範囲が限られまーす。ジャンプして飛び乗り、よし、これで上に行きますぞ。タラララララ、殴れ殴れ、ファビュラス。コテンパン、ホタルちゃん、ホタルちゃん、うわー焦げたー。アンパン食パン焦げパン。もうジャムおじさん涙目。お、アイテムゲット。で、電池ナマズをペーン。あの電球の形したソーダ、あれ美味しそうだよね。グジョブ。戦略タコツボ兵器、強力な助っ人。お、武器。ストーリーモードでも強化ができると多分。どんだけ生きてんの。カンブリアムズが移転しましたよとか。ただで貸してあげるわけにはなんてこったい。モニターといっても君は僕の武器たちを使うだけ。ほうほう、縄張りバトルで使えるようになる。なるほどね。まあ、こっちでね、ワンでもあったからね、ストーリーモードある程度進めると、うん、本編でも使えるようになるやつで、ここでショートする。で、あそこの電球バリアがパリーン、パリストン。お、カムリボックス、ゴミ箱じゃないですか。これゴミ箱じゃないですか。はーい、いくらとイリコニウム。ああ、あれが必要なんだ。へえ、なるほどね。敵強くなるよ。覗いてから行ってよ。はーい、まだ行かないよ。